はい、いつもありがとうございます。ご依頼者マックさんからですね、4つシグネーチャー PB です。はい、で明日着で手配します。はい、じゃあ一個一個ね開けていきます。はい、じゃあいきます。せーの、あ、ノンシリだ。今までちょっとシリアル7割ぐらいで来てたんですけどね。はい、アサジさんですね。うん、誰、あー、ニカさん。でもこのキャラか、あれなんだっけ、これ、ちょっと前にあった商品だな。今なくなっちゃったんですけど、なんだっけ、ギャラクシーじゃなくて、なんかありましたね。それにありましたね。うん。ハンソロ出た後の商品だったかな。パックタイプのやつね。とりあえず1枚。ノンシリですね。なんかシリアル音がすごい出やすいなと思ったんですけど、どうですかね。はい。せーの。あ、ノンシリだ。でもスナップさんだ。はい。スナップさん。ね、最後ね、うん、殉職してしまいましたね。はい、でも最後こうね、一瞬でもこう描かれてるだけいいです。船尾くんはもう慣れしでもないです。いなかった、戻ってきてないねみたいな。あいつ、あの船尾星に行ったんじゃないみたいなそんな感じですかね、船尾くん。ちょっと息で帰ってきたのか知りたいですけどね。はい、じゃあ3つ目いきます。せーの、あ、またノンシリだ。あ、これ新キャラ初めて見ました。はい、ハンソロかなんかにいました。マンダロリアンかな、ちょっと思い出せないな。マットドランさん、なんかあの、なんだっけ、ファンタスティックビーストに出てそうはい、あの、ノンシリ3つか。たまたまか、じゃあ。なんか今までこう、8組目ぐらい。9組目ぐらいかな。1、2、3、4、5、6、7。8組目ぐらいか。あ、9組目ぐらいか。70% ぐらい言ってたんですけどね、シリアルオート。せーの。あ、シリアルだ。ゴシリ、クライアントさん。はい。ゴシリも2枚目ですね、これで。やっぱ小シリ出やすいですね。あとは引きなんだな。まあでも結構キーにぎ、あのシーズン3まだ見てないんですけど、あのマンダロリアンキーになるどうでしょう。はいね、ワーナーヘルゾーグさん、監督さんとかでも有名ですね。ドキュメンタリー映画とかねやってますんで、どういう風になってくんですかね、このキャラクター、うん、ね、店長見てないんでちょっとわかんないですけどね。はい、ブラックですね。まあ、シリアルは3の1でしたが、まあ、1個はスナップさん。まあ、いっぱいは書いてないでしょう。ね。あと、新キャラ。ファンタスティックビーストかなっていうキャラと、あとアニメという感じでしたね。こんな感じかな。はい。ゴシリ。うん。まあ、うん。店長はこうね、監督さんとして知ってるね。はい。ので、あれですけど、どうでしょうか。はい。じゃあ、またぜひチャレンジしてください。ありがとうございました。